はいさい、チャンプです。皆さんチャーガンどうしてますか？ですね、あの障子をあの小さくして、前はね、あのここにこういう風にしてたんですけど、なんかこれだと中が見えないし、あの中に入れたりするのが結構面倒くさかったんですね。でそれで障子を買ってきて、あの丸貝っていうところで、この障子っていうか屏風なんですけど、屏風がこういうなのをこう3枚重なってるやつですね。これで税金合わせて5000円ぐらいですね、3枚で。でネジを外して、で小さくこういう形にカットして、こうね、あのすると便利だっていうことですね。でまああのこれもあの、まあ、今ちょっと散らかってるんですけど、まあプライベートとか、あとあのすいませんね、ちょっと散らかって今工事中なんで、こういう形にするとプライベートにもなるっていうやつですね。日差しにもなるっていう。これはですね、帯です、帯。ちょっとおしゃれかなとかって思って、和風にするにはおしゃれかなとかって思って、まあこんな感じですね。でここもね、しませんね、ちょっと散らかってるんですけど、あの奥の RB はちょっと小さいこうドアがいっぱいあるんですけど、これだとね1階にこう開けることができて、すいませんね、ちょっとあれなんで、こうこんな感じですね。で、あ、それから昨日作ったのがこれですね。これちょっとあのコーヒーメーカーとか炊飯器とか見えない方がいいかなとかって思って、あのエアーなんとかだったっけ、エアフライヤーとかっていう形で、今あのまあ模様替えっていうか、そういうことを昨日からずっとやってますけど、まあね、あのこういう道具最近は便利ですね。あのバッテリーも結構持ちますしね、あとドリル、あと電気のこ、まあ、これぐらいあればもう何でもできちゃいますねっていうやつですね。でここが運転席っていう形でね、まあついでにあのガラスも割れてるんですけど、ここまでね、ここからここまでこう割れちゃってますね。まあ景色はこんな感じですね。サーファーがいっぱいいます。まあね、まあここで工事してるといろんな方がまたあの声をかけてくれたりとか、どういう風にしてやってんのとか、まあそういうつながりも持てるっていうやつですが、まあですから、障子車にバッチシですね。まあこういう風にするとね、上に引っ掛けるとこういうような形で落ちてきませんしね、サーファーなんかも通ったりしますっていうことで。Thank you for watching です。昨日から今日にかけてこういうことをやってました、模様替えをしてましたというやつです。 Thank you for watching です。さすがです。